はいそれではお時間ですので始めていきたいと思います皆さんこんにちはじゃあですね本日はライバルに先んじる二次タイプ別合格戦略ということで、えー、まあ概あのイベントですね二次試験に繋がっていくイベントをさせていただきたいと思いますで担当はレックスエニコシの黒川と申しますどうぞよろしくお願いいたします。 でですね、まさにあのう日ょうと1次試験で、まあ、ほとんどの方が受けてきていただいたのかなと思いますけど、まあ、まずは本当にお疲れ様でしたというところですね。 やっぱりちょうど今このタイミングでここから2時にスタートしていくんですけどあ今日ぐらいはというところでしっかり休んでというか今まで勉強してきてそこをあの昨日今日で発揮してきていただいたんでそこを一旦こうお疲れ様というかご褒美タイムということでいろいろありますのでマッサージでも受けていただいてというのもあるんですけど何にせよ 一次試験が終わるとでやっぱりこう二次試験がこうスタートしていくというところで、まあ、ここから二次までもう時間はほとんどないですので、まあ、一気にこう準備をしていかなきゃいけないという時間かなと思います。で、まああのー、私もです、ね平,成年ですね、平成16年にあの試験を受けたんですよ。で一次試験受けましてで一次試験一発で受かったんですね。でその後ただ二次試験の勉強を一切していなくてでそのまま10月の二次試験受けたんですけどもう何が何だか分からないんです ない状ので2次の準備が全然足りてないっていう状態でやっぱ2次試験迎えてで結局やっぱり2次試験受かんないと中小企業診断士になれないでここがやっぱりシビアなところでやっぱり本当の壁というか本当のまあハードルになってる山の部分はやっぱり2次試験なんですよねなので1次試験がまあいかに突破できたとしてもやっぱり2次試験突破できなければ全く意味がないというところがあるんでそこがちょっと診断試験の 厳し,か厳しさかなとでまあ私の場合もそこからやっぱり2次試験ですね一回落ちてでかなり悔しかったんで2、まあ、次試験の,、まあ、あの1年間そこからさらに 1, 1年間2次試験だけの勉強をしてなん、まあ、とか次の年で受、まあ、かれたというようなところだったんですけど。 えー、結構、やっぱり2次試験ってやっぱり1次試験と全然違うと、で結構、癖もありますし、でやっぱり,こうやり方、やり方が間違ってると、やっぱりなかなか受かるもんでもないですしというところで,で、ただ単に知識があっても受かるもんじゃないというところはあるのかなというふうに思います。まあ、なので、今日はその辺の話もです、ね、やっぱりさせていただいて、2次試験ってやっぱどうやって受かっていくのかというところと、でそれに対して、レックで、まあ、どういうふうに2次対策講座っていうのを考えているのかというところは、やっぱりお伝えしたいなと思ってます。 てますんで、まあ、これから、まあ、あんまり2次,次試験まで時間ないですけどその時間線どう使うかっていうところはやっぱりまずはお伝えしたいかなと思います。でただまあ、あのせっかく今日あの1次試験終わった直後なんでその1次試験どうだったのかなっていうところのちょっと軽くフィードバックもさせていただこうかなと思いましてですねで私の手元にもこうバサッとこう1次試験の,あの問題 ファックスで送られてきたやつがあるんですけどこれも私もちょっとチラチラ見てましてでまああれですね一次試験今回全般的に見ると全体でこう総合的に考えると、まあ他の年度よりかはまあ受かりやすい年かなと思います。で極端ににめちゃくちゃゃく難しいいやつが、まあ、科目的に少ないので まあ年度によっては経済がめちゃくちゃ難しいとか、まあ、直近だったホ,ホームがまあずっと難しかったというところがありますので、まあ、そういうのがなかったというところがあるので一次試験全体で見ると、まあ、あのそんなにかなというところですね、まあ、受かりやすい年だったかなとは思います。まあ、なのであの結構可能性は高いです。 ただ、ちょっと科目別に見ていくと、まあ、例えば経済とか財務はまあそんなに難しくない、まあ、優しめだったかなという感じはしますのでしっかり対策が取れている方は経済、財務あたりはまああのうまく。 突破できたのかなとであとあ企,、ね、企業系理論は結構やっぱりあの受けてる人に聞くと結構難しかったっていう話がやっぱり多いですねで私も見てたんですけどただまあ難しいといえどもまあちょっともうちょっとできてほしいなっていうところは結構多かったりもしたんであの結構何ていうんですかねこうちょっと突っ込んだ問題で名前は知ってるで理論は知ってるけどもちょっとここまでやってなかったとかっていうところが突っ込まれたりしてるところが多かったんですよね。 でただ知らなくてもできるようなポイントのところもあったりもするんでその辺がうまく取れていると企業経営はうまくいったかなって感じですねちょっと難易度は高いかなとで、運営管理もちょっと難しいですねっていう感じなんですけど、まあ、あ,のある程度、運営管理に関しては生産管理でまあ得点できていれば結構可能性は高いかなっていうぐらいですね。ですであとは今日 今日の科目で言うと、まあ、ホームですねホームがその結局どうなったんだっていうところでかなり気になってたんですけど経営ホームあのずっとこう難しいのが続いてたんですけど、まあ、今年はまあかなりましになったかなっていうところですね、まあ、なので結構良かった方向性的には良かったんでこれ以上ちょっとホーム難しくなるとはかなりちょっと信頼試験としてどうかなっていうのはあったんで、まあ、ホームがまあやや簡単になってくれたんですごく良かったのかなとは思ってます。 であと、形状システムですねで。形状システムは私も結構メインで担当させていただいてるんですけど、で形状システムって大体こう3年周期で難易度が変化していって、で今年優しいの3年目だったんで、まああの、傾向的に言うと優しいで来るはずなんですよね。でただ、油断してはならないですよと、ちょっとやや難しいぐらいのスタンスでやっぱ行ったほうがいいですっていうふうにお伝えしてたんですけど、まあ、結果見ると、あ多分こ,れこの問題的には多分簡単だったかなと思います。ななので、まあ、よかったあのそんなに 大崩れはしてない問題かなと思います。で、あと最後ですね。最後の抽象。抽象記憶接さがちょっとどうかなっていうところですね。で、まあ白書を結構やり込んでたとしてもやっぱり数字穴埋めでピンポイントになんか問われたりすると結構そこまで覚えてないよっていうような問題も結構多くやっぱ出題されてきてたんで、でちょっとやっぱ抽象は危険かもしれないですよね。で、人によってはちょっとかなりあの苦戦というかあの。 ギギリギリ足切りギリギリとかっていう方もまあ多かったかもしれないですね、まあ、なのでちょっと抽象が荒れ気味だったような感じはしますけどただそこまで極端ではない取材範囲が大きく飛び抜けて変なとこから出てきたっていうわけでもまあないんでまあまあ,あのそこまでっていう感じですね、まあ、なのでまあ全体的に考えてみると他の年度よりかは受かりやすい年だったんで良かったかなと思います でなので1、まあ、次試験で見るとですね、まあ、合格率はちょっと若干上がったかもしれないですねっていう感じに思えます。でそんな1次試験が終わってでこの2次なんですけどで逆にですね2次試験受けるにあたって1次試験がで合格率上がることが逆に脅威になってくるんですよね。 で今度2次試験を受ける人たちの数が多くなるんで,で多くなった中で2で、ね、次試験が行われると2次試験の最終合格者数ってやっぱり大体やっぱりまあ1000人弱ぐらいとかに絞られるんですねそこは固定なんで受験者が多くなって合格者が変わらないとするとやっぱり合格率下がるんですよね。次次試試験験で考えるるととがやっぱり簡単になると逆にな逆 脅威になりますので、ですなの人よりできなきゃいけないと今度2次試験に関して言うともう1人よりできなきゃいけないというところに変わってくるので1次試験は絶対評価でとにかく学習してで問題が解ければ OK 突破するというところなんですが今度2次試験になってくるとやっぱここに今回のイベントのタイトルにもあるんですけど、まあ、ライバルにも、まあ、先んじるという感じで。 で他の人よりやっぱできなきゃいけないんですよね相対評価で人よりやっぱりあのできてなきゃいけないというところがありますでそこで上位、まあ、20%ぐらいに入っていかないと受からないというかなりまあシビアなあの世界に切り替わってくるんでちょっとやっぱり考え方が変わってきます。 でそこで、じゃあど、どういう、どういう、じゃあ、2次として、ね、どういうスタンスで臨んで、どういう回答を書けば、受かってくるのかというところですね。で、そのちょっと、触りの部分、今日は、ちょっと、ご紹介というか、お話はさせていただきたいなというふうに思います。で、今日ちょっとメインでお話しさせていただく資料が、まあ、この <laughs>、 まあ特別イベントと書かれたで、まあ、ライバルの先んじる二次タイプ別合格戦略という資料ですね、まあ、ここをちょっとメインに使わせてもらってで、やっていこうかなと思います。で、ちょっと早速ですちょっとこの資料をです、ね、ちょっとパラッとこうめくっていただいて、でまあ、これから二次試験です、ね、の対策、どういうふうにやっていくかと。まあ、人にによってはもうすでに あの勉強されれていいいるという方もいらっしゃればまあ私みたいにですねあの1次しか勉強してなくて2次試験の学習を一切してないという方もおられるかもしれないとっていう時に2次試験ですねとにかくあの最初に書いてあるんですけど闇雲に回答作っても受ああかんないですね受かんないですよ。 基準があるんですよね採点基準があってで基準があってその基準を満たしてないといけないとでその基準もやっぱりある程度ですねあの事前に作られた基準があるというのがまず一つとでもう一つは実際に解いてもらって本試験ですね回答を集めてきて実際の受験者 の方の回答をサンプルで集め,るんです、ね、集めてきてでそのサンプルで集めてきた回答であこういう回答が多いんだとじゃあこれを採点基準にしようっていう形でで後から採点基準に加わってくるもののこう2本柱でそこにはまってないといけないですね。なのであのと突出したこう飛び抜けてなんかこう的を外れたような回答をやっぱり書くとどんなにその業界で。 通じるで今までの経験値の中ではかなりこれがやっぱり一番いいんだっていう回答を書いたとしてもまあやっぱりその基準に当てはまってないと結局得点にならないですよね。でそこがやっぱり二次試験の怖さですなので一般法則というかその出題者側がやっぱり求めてるものになるべくこう寄せた回答をしないと受、まあ、かんないですよね。 というところがありますなのでそこにこうなるべくこう引き寄せたでかなりやっぱりあのちょっと客観的に見たあのちょっと広い目線というかちょっとあの引いた目線でまあこういうのがやっぱりきっと回答のまあ採点基準になるんでしょうねとで,であればじゃあそこの基準に合わせてじゃあ自分はこういう回答を書いてあげますよっていうぐらいのまあ余裕感がないとちょっとなかなか難しいんですよね。なんで そこをですね、まあ、しっかり磨いていきながらですねやっていく必要があるのかなというところですと。で、そこでですね、じゃあ、必要なその、まあ、スキルとかっていう話が出てくるんですけど、まあ、基本的にはですね、まず、<laughs> 予見文ですね、予見文が出てきますと、で予見文の中に、まあ、実際の中小企業の事例が書かれてきますと。 でこの事例っていうのは、まあ、おおよそですね、おおよそ実在の企業がおやっぱ多いですね、モデルになってるのは実在の企業が多くて、まあ、多少数字とかある程度は、まあ、伏せられたりとか、ちょっとある程度アレンジはされてますけど、実在の企業が事例になってると、でその事例をしっかりやっぱりこう整理していくっていうので、まあ、とにかく基本は SWOT なんで、SWOT 分析ですね、SWOT 分析をまず軸に考えていくっていうのが、とにかく基本中の基本になります。 でスウォットをしっかりやるというところがまず重要なんですけどそのスウォットもこの過去、現在、未来ですねこの時系列でスウォットって変化するんでやっぱりこう事例企業ってストーリーで描かれますとで過去の話から先代社長がまあ起業してみたいなでその頃はまあこんなまはあ、主要顧客にまあうまく受注できてでそれでまあ頑張ってやってこれたとっていうようなストーリーがあってでも今はだんだんこう 時代が変わってきてきるとでその主要顧客からも何かこう発注が安定しなくなってきてるんでまあ新規にこれから何かいろいろ顧客開拓していかなきゃいけないみたいな、まあ、話にまあやっぱ変わってくるんですよね時代が変わってくるとまあ事例さんとかでもよくある下請け依存とかっていうのがあってで親会社に依存してますでそれだけじゃ今,今後はいけないとはっていうようなやっぱりこうストーリーが変わってきてる。 でそういう,ような形で SWOT もやっぱり変化するんですよね。過去、現在、未来で SWOT も変化してくるんで過去の強みがまあ必ずしも現在の強みになっているとは限らないですし未来、その強み使うんですかということも分からない。であればやっぱりこうしっかり時系列で SWOT もやっぱ見て分析する必要もあるんで1段階やっぱりちょっと深いですよね。まあ、深く。 で過去の強みが今の弱みに変わってる可能性もあるしであればもう一回復活させてその強みを復活させて今後の未来に活用する必要があるかもしれないとでそのストーリーをちゃんと見抜くためにも、まあ、スオットやっぱり時系列でやるというのは一つ重要かなと思いますでそうすると方向性が見えてくるんですねで後でまた方向性を立案していくとかっていうスキルが出てくるんですけど方向性を見抜くためのまず最初のこう導入最初の一つの きっかけとしてやっぱりスオッとしっかりやるっていうところが、まあ、すごくやっぱり重要ですとっていうふうにやっぱり考えてます。でこれだけでスオッとしっかりできるだけでこの会社はどういう道筋に進もうとしてんのかなっていうのがやっぱり見えてくるんですね。なので、まあ、弱みだったら弱みはやっぱりわざわざ弱みとして出題者が書いてきてるってことはなんでわざわざこの問題点として書かせるのかとでそれはやっぱり解決したいからなんですよね。問題点で 書かせるってことは解決したいんですよ将来解決してこの会社が良くなる方向性に導きたいそういう回答を書いてほしいんですよねなんでただ単に問題点何ですかっていうのはもう列挙するわけじゃなくてちゃんと将来それを改善してどうしていくのかっていうところまでやっぱりしっかりストーリーを立てて道,道のり道筋をですねしっかり連想した上でですねまあスオッと分析していくっていうのは結構やっぱ重要ですね。 なんでもう平面で見ずにですねこうまあ立体的にですね見ていくまあそういうような力というのは一つ必要かなというところですね。それをやっぱりこうただのこう紙の上で,ですねただ単にやるだけだと結構やりにくいんですよね。 二次試験の予見文ってだら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 長い文章がまあ小説のようにですね文章続くんでその中で分析していくって文章だけで分析するのって結構難しいんですよなんでそこをしっかり整理する力っていうのが必要なんで,でなんで REC ではこの事例整理シートっていうのを1個あの使っていてこれ学習段階ですね学習段階で使ってるシートなんですけど事例整理シートっていうまあフレームワークですねフレームワークがありますでかなりシンプルなフレームワークなんですけど でまたあとでちょっとご紹介しますがで、まあ、これを使ってですねレックの中ではこのス w o t をですね方向性に導いていくそのストーリーですねをしっかりまあ考えやすくするためのまあ補助ツールですね、まあ、思考の補助ツールみたいなやつフレームワークを使ってで訓練していくって感じですで結構これをやっていくとですねあのなんていうんですかねこう 管理者研修みたいなな感じですねでなんか結構実務に近いです。で実務に近くてで今の現状を抱えている問題って何なんですかというところをやっぱり。 捉え方によっては強みに見えるものが実は弱みに見えたりもしますしいや、それ実は過去の話ですと今は違うんですという時代が移り変わってくるポイントにやっぱり気づいたりとかもしますしであとはその外部環境の方もそうですねでこの会社にとっては脅威なんだけど別の会社にとっては、まあ、あの機械かもしれないとで機械とか脅威ってその会社の置かれているポジションとか状況によって変わるんですよね同同じ事象が事象は同じがはでもやっぱり 捉え方によって変わってくるところなんで、まあ、その辺をどういうふうに判断していくかとでその判断力って結構、まあ、実務でもこう問題解決していくのに際してやっぱり使う使う力なんで結構やっぱり会社の中でも使えるようなこう実務的な能力が磨かれるっていう感じですねでこの辺をきっちりやっていくと結構まあ試験対策だけじゃなくて、まあ、実務で直結して使えるような、まあ、そんなスキルですねコンサルスキルをこう身につけていくような、まあ、そんな感じです でさらにです、ね、ちょっとこの3つ目ですね1ページの3つ目でその問題点に関しても深掘りやっぱりり深掘りしてほしいというのがやっぱりレックの,あのコンセプトになっていてでちょっと2行目辺りに本質的な問題点は死因を抽出することだとかって書いてあって死因訴求、です死、ね、因をしっかりこう追求していくという姿勢が大事で,でちょっと2ページにこうまたがってくるんですけど。 まあ要は合格答案書くために必要なのはやっぱり原因は何ですかとか問題点な何ですかって聞かれたときに予見文をただ単に抜き出してきてそのまま転記するだけの回答でこれってただの薄っぺらい回答なんで誰でもできますとでそれ診断士に求めているんですかって問われたらやっぱり求めてないですとでそんな誰でもできるような予見文をそのまま書き写しちゃいいんだみたいな回答を書いたとしてもやっぱり評価は低いですね。低いです でそうじゃなくて求めてるのは何かって言っ,てやっぱり原因の根本原因なんですかと現れている表面的な問題点じゃなくてでそこの裏に潜んでる死因なぜそれが発生したのかという原因をやっぱり追求した答えを出してほしいとでそこがないとやっぱり解決策につながらないですよねつながらないですと。 でここにも何かこう絵が描いてますけど結果としての事象として「いや予見文なんかブランド力が低下してきています」ということが書かれてたとしますとでそのブランド力が低下してきているっていうのは表面的な結果としての問題点なんですよね表,表面上の問題点ですとで予見文にはこれしか書いてないかもしれないとで問題点何ですかと問われた時に「ブランド力が低下してきていることであると」と書いたとしても「な,なんで?と」と でじゃあ解決策は何だっていうのはブランド力を上げることであるってことになるとじゃあどうやって上げんのっていう話になるんでなんかすごく薄っぺらいんですよねなんかそれだけじゃなさそうだなってことですよねでじゃあブランド力が何で低下しているのかっていうところが知りたいですとでそのブランド力が低下している原因は何ですかっていうところをちゃんと追求していくと なんか別の段落になんか品質の悪化とかイメージの悪化とかそんなようなことが書いてあったりするとでそれがつながるんじゃないかというところでしっかり整理してつなげていくとなるとじゃあ品質が悪化したからブランド力が低下したんだというふうに書いたら一段階やっぱりちょっと説得力が上がってくるとでさらになんで品質が悪化したのかというところも追求していくと、まあ、生産ラインで何かトラブルがあったりとか、ねまあ、あの機械の老朽化対策をしてなかったとか何かそんなようなことにつながってくると。 なんででそういういところですよねやっぱりこうそこまで行くと生産ラインのトラブルトラブルに対する対応がされてないとされてないということに対してじゃあそこの対応をちゃんとしていくことが解決策だとすると結構やっぱりピンポイントに問題点も追求されてますしで死因が結構ちゃんとピンポイントに追求できていれば解決策が具体的になるんですよね。 別の説問で解決策が問われましたっていう時にその解決策を書くときにじゃあこのシー因をちゃんと解決するように書いてあげればいいんだというふうに考えればかなり具体的な解決策を書けるということにつながってきますとそうするとすごく的を得てるで筋道も立ってますしで解決すべき根本原因がちゃんと解決されてでその結果生まれてる最終的なこのブランド力の低下っていうところが 結果もやっぱり解決され,されていくんですよねでそういう,こう問題解決のストーリーもきれいに一貫性が出てくるとっていうことになるのでやっぱりこう問題点に関してはしっかり真意まで追求していくというのが基本です。でそれをやっぱりやってほしいとっていうところでレックでもこれをとにかく結構重視してあのトレーニングしていただきますと。ななでもう常にぜを繰り返してで ただ単なる予見の転機っていうのをせずに、えー、しっかりと原因は根本原因をちゃんと追求してそこをバシッとこう結論的にここを解決するんだというところにちゃんとつなげる、まあ、そんなふうに考えていくって感じです。なんでレックでは決してその事例事例問題に対して国語の試験のようには絶対に考えないというのが大事です。と思ってます。 でやっぱりこう実務的に診断士に求められる資質を問われているのでこの2次試験は診断士にこの人はなるべきかならざるべきかを問われているというところで国語の試験のように答えてそんな人に診断士になってほしいのかとやっぱり求められたらやっぱ違うとそうじゃなくても求められているのはやっぱ実務能力ですね実務能力なんでこの実務的な能力をやっぱ鍛えてでその結果をバシッとこう書いてあげるという方がやっぱり気持ちいいんですよね。 でなおかつこれをやっているとその受かった後のあのやっの独立して信頼者としてい食っていきたいというような時にもやっぱ使える、まあ、そんなの能力にやっぱなってくるので、まあ、ここって結構重要なんですよね。です まあそんなところで、まあ、こんなのがやっぱりあったりするんでもう問題点に対する考え方ですね、まあ、こんな感じでやっていきますでその時にも事例整理してやっぱ使ってフレームワーク使いながらですね、まあ、そう言ってもやっぱり難しいぞとなかなか難しいぞというのがあるんでフレームワーク使いながらです、ね、サポートしながらですね、まあ、そういうツールを使ってですね、まあ、じっくりやっていくって感じです。で さらにそこまで分かれば、まあ、さっきからこう出てきて方向性ですね。方向性の立案というところにつながってきていて、自然に出てくるんですよね。さっきのスウォットがしっかりできていると。じゃあ強みを生かせばいいのかなと。で、問題点も根本原因をしっかり解決していけばいいのかなというところで、方向性は自然と出てくるんですね。ここはもう無理なく出てくるんです。自然に。なので、方向性とか課題を書いてくださいとかっていう問題とか多いんですけど、 実は一番課題を書いてくださいっていう問題ってそんなに難しくないですよちゃんとスウォットができてれば新訴求もしっかりできてればそんなに難しくないんですねで方向性はやっぱこの会社は今までの安定受注を親会社に依存したものから脱却してでこれから新規で顧客開拓をバシバシやっていくというような方向性だと。 じゃあ営業力を強化していくとかじゃあ事例一の組織だったらじゃあ営業部を作ってとか、えー、営業専任者専属者を作ってとか、まあ、そんな話になりますしでなのでですね方向性の立案ってあの自然に出てくるんですねでそのもう基本中の基本と,とにかくこれです右の3ページですね3ページの強みかける機会、ね、の方向性まあ基本はこれですね強みは必ず生かすと。 で強みも、もうちょっと言うと、例えばコアコンピタンス、まあ、今回も企業系いるのでコアコンピタンスの問題、今年も出てましたけど、やっぱコアコンピタンスですね、そこを意識した問題、やっぱり特に事例1、組織の方は特にそうですね、あの強みなんですかとかが第一問とかでバシッと聞かれたりするんですけど、その時の時点で表面的な強みじゃなくて、これも問題点と一緒ですね、でコアコンピタンスは何なのかと、この会社にとってのコアコンピタンスは何かと。 ちゃんで価値があってとで他にはなくてとでまねがされにくくてでそれがちゃんと組織として引き継がれていくような体制になっていると。となったらやっぱコアコアンンピタンスなんですよね、まあ、そういったコアコンピタンスをしっかり見抜きながらそれは絶対に将来にも使うと。 将来の方向性でもやっぱ使っていけるような強みになるはずで、で、まあ、会社の状況がいろいろ変化するにしてもですね、やっぱり根本的な技術力だとかノウハウとか、まあ、そういったものってやっぱりこう使っていくんですよね。なのでどういう強みの部分を使って、でどういうチャンスを汲み取って。 行くのかとでなんか新たな新しい顧客からの引き合いがありましたとじゃあその引き合いに受ける受けるためにはじゃあどんな強みを生かしていくのかというところです、ね、を方向性として立案しながらさっきのシー,ンシーンを解決していくことによってでその方向性に向かっていくとっていうストーリーです、ね、を描けば、まあまあ、あの回答全体がです、ね、答案用紙全体が一貫するんですよね一貫して第1問から第5問とかっていうのがやっぱりちゃんとつながるんですよ。 あれってつながっててながきゃおかしいんです、ね、だから第1問第1問だけで考えるとか第2問第2問だけで考えるとかって言うんじゃなくあのつながるんですね方向性が全て説問ごとに。第1問で聞かれた強みでその第1問で聞かれた強みを生かして第3問のじゃあ解決課題を書くとかでその第3問で書く課題には第2問の問題解決もやっぱり踏まえた上で書くとか。 っていうようよな形で,です、ね、必ず設問ごとにですね聞かれてくる流れを意識してで回答用紙1枚が一貫したストーリーにちゃんとなるこの強みが第1問で強み聞かれます第2問で問題点聞かれますと第3問で前者的な課題が聞かれますとそしたら第1問の強みを生かした第3問第2問の問題解決を考えた第3問。 でその第3問で答えた課題の具体的解決策を第4問で書くとか、まあ、そういうふうにこうつながってくるんですね。設問ごとに必ずやっぱつながりますのでもう単発で見ないっていうのも大事ですね全体でちゃんと整合性取って見ると出題者が考えている企業この会社の解決するまでのストーリーが見えてくるんでそれに合わせて考えてあげると出題者が思っている回答とやっぱ同じ基準で回答が書けるはずなんで。 単発単発でやっぱ書かないっていうのがポイントですね。そうすると、結構やっぱり理にかなってます。かなり理にかなった回答をかけるんで。まあ、他の、まあ、ライバルよりちょっと一段階やっぱり質が高いですよね。で、そういうのってすぐわかります。 そういう回答はすぐ分かりますので,で私もかなりやっぱりあの講師としてでやっぱ添削するんですよねいろんな人の添削をしていろんな受験生さんの回答をこうパーッとこう見ていくんですけどまあすぐ分かるんですよあの薄い回答を残念ながらしている方とでしっかりやっぱ考えてでちゃんと一貫したストーリーを会社としてですねで企業の解決のストーリーをちゃんと練ってから書いてる人。 との差は圧倒的にすぐ分かっちゃうんで、でやっぱりそのかいなかこう添削に慣れ,てる慣れてる人からしたらです,、ね、すぐ見えてしまうので,です、ね、そこをです、ね、逆に言うとじゃ見、見てくれるんであれば見せるという形ですよね。でそれぐらいのことをしていかないと、えー、仮に受験者が増えたときにです、ね、二次試験、その中で、 合格者の方に入っていくためには、ね、ちょっと一歩進んだ回答がちょっと必要になってくるんでやっぱそこまで意識した回答作りですねしていかないといけないかなっていうのが今回の本試験かなというところですねでまあこんなようなところを踏まえつつですねで回答講師をまあ組み立てていくというところで まあ、ほぼほぼです、ね、もう方向性までできていればです、ね、大体こんなことを書こうというのは、まあ、見えてくるので,でそこをです、ね、しっかり整理しながらです、ね、書いていくというところが大事です。で一つ、まあ、言うなればです、ね、で私も最初失敗してで2回目のです、ね、二次試験受けたときにやっぱり実践したのがあのいきなりマスに書かないということですねあの第一問見ていきなりばーっと書きたくなるんですよ。 ももう時間も迫ってる80分、80分の中で書かなきゃいけないという時に、に、もうまスすに早く埋めたいんですよね、埋めたい思いを押し殺して、とにかくぎりぎりまでまスすに書かないと。 でいきなりマスに書いちゃうと整合性取れなくなって後から消しゴムで消したりとか余計時間の無駄するんですねなのでもう全問題を何書くかをまずメモ書き程度に問題冊子の方に過剰書きでもなんかメモ書きでも書いてでまずこんなことを回答として書こうっていうのは全問題をまず解くと全部の問題解いて回答をこしをこうしようっていうのを考えるんですね 会社のストーリーリこうだと方向性こうだとやっぱこの強みはここで生かすんだとでこの問題はやっぱり問題点解決しなきゃいけないとで第2問で書いた問題点があるのに何か解決策で書いてなかったりするとあこの問題点解決してないじゃないかというのがあったらやっぱり何かおかしいと整合性取れてないとであればどっかで解決策この,このポイントは書かなきゃいけないんじゃないかなとかっていうのをいろいろ整合性を取り合わせて でそれをマスに書いちゃってからやったりするともう余計時間くるんでマスに書かないととにかくマスに書く前にそれを全部一通りやってでそこから初めてマスに書くということをすると結構やっぱり割といい回答が書けますし一発で決まるんですねで消しゴム使わないです消しゴム使わないで,でもうやっぱり回答用紙もきれいですしで、まあ、どうぞ見てくださいっていう形の回答用紙は書ける、まあ、そこもやっぱり一つポイントかなと思います まあ、やっぱきれいなぱ綺麗な回答用紙やっぱ出してあげた方がやっぱり結局人間が添削しますので、まあ、添削する側も気持ちいいですしで、まあ、バシッと決まった言葉で,です、ね、やっぱ書けるというところはやっぱりこうもうすぐさまマスに書かないマス埋めしないこれが一つ重要かなと思います。 まあ結構焦りますけどね、な実際の本試験行ったりすると、ね、なんかもうよくわからないですよ、もう5分ぐらいでなんかガチャ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 書,書き始める人とかいるんですけど、なんかありえないですよね、絶対ありえないんで、まあ、そういう人たちにこう惑わされずですね,ね、強い気持ちでですねギリギリまでマスに書かないっていうのも、一つ重要かなと思います。で、そんな感じで、解答講師を考えてからマスに埋めると。 でその時にマスに埋めるときにここですね、で4ページ、資料の4ページのこの6個目のところの文章に落とすスキルとかっていう形であって、でマスに埋めるときに何を考えるかっていうと、もうかマスに埋める時点では何書こうかっていう内容はもう決まった後だと、決まった後だっていう前提なんですね。 であと何をか考えながらマスに埋めるかっていうととにかく文章を分かりやすくすると、まあ、もちろん字数とかもある程度の調整しながら書きますけど、まあ、それ以上にやっぱり必須に考えなきゃいけないのはとにかく分かりやすく書くということですね伝わる文章その伝えてるつもりでも伝わってないことが結構やっぱあるんで伝わる文章相手に第三者に伝わる文章ですねです ででどれくらい伝えればいいのかっていうとやっぱりその採点者って誰が採点するかっていうのを考えていただいてで出題者本人が全員分のて回答を添削してるとは到底思えないので,で何千人の回答を一人でやるのは絶対無理ですと。で私も あの添削しますけどでやっぱりあの数十人でもちょっと多いかなってやっぱ思うぐらいですね。でなのでその添削だけが本業じゃないですんでやっぱりそうあの一人でやってるとは絶対思えないと。 なんでそうするとですねやっスケットがいると。で、スケットがいて、じゃあ誰が、大学教授のスケットって誰かってだったら、やっぱり大学院生とかで、学生さんの可能性も高いんですよね。なので、その辺は非公開なんで、何とも言えないですけど、まあ、学生さんの可能性が高いので、であれば学生さんに伝わる文章じゃないと、結構ちょっと辛いですねと。で、ある程度、添削基準はあるにしてもですね、基準はあるにしても、やっぱり採点者の裁量に多少委ねられる部分が、まあ、あるんで、 そうなってきたら例えば専門用語専門用語とかもその事例の中で出てこない専門用語をいきなりバーンバーンと使ったりすると伝わらない可能性があるとだから一次試験受けた直後の人の方が逆に危険なんですけど専門用語は使わない方がいいいいと思ます専門用語は使わな方がリスクなんで伝わらなかったらアウトですんで。 ただ予見文ながら出てくるやつはいいです。それはキーワードになっている可能性があるんでそれは使った方がいいんですけど一切出てこない専門用語を突然一時知識の中からボンと出して特に略語とかは危険ですんでそういうのはいきなり使わない方がいいと思います。でとにかく分かりやすい日本語としてで一般的な大学生に大学院生とかに伝わるぐらいの平用な文章に置き換えて伝えると。 でこれって要は実は、診断士に求められている能力なんですよね、専門家にしゃべるのが診断士じゃなくて、一般の中小企業の社長さんに対して、経営学が専門ではないですという、もう例えば町工場とかのおじさんに説明するような形ですよね、でそういうのって、やっぱ難しい専門的な知識を分かりやすく噛み砕いて伝えなきゃいけないと、でそこがやっぱりできる人なのかどうかが見られていると思えば、確かにこの,この通りなんですよ。 中小企業診断士の実務ってやっぱりそういうところなんで中小企業のおじさんにちゃんと分かりやすく伝えるとで専門的な言葉を使わずに一般的な言葉に置き換えて伝える、まあ、それってちゃんと一次知識の,あの知識を自分で使いこなせるようにしっかり理解しきってる状態になってるっていうのはもう大前提なんで,でなのでですねあの一次試験の知識はもう一回再復習は絶対必要ですね必要で。 うやむやむに覚えてる部分とかもちゃんと説明できるようにちゃんと落とし込んでないと結構やっぱり分かりやすく言葉あのなんですかね書き直すって結構難しいんですねなのでそれができるようにもう一回企業経営業になり運営官になりっていうのは再復習はしといた方が絶対的にいいですねっていう感じです <laughs> ということでよ,より一次試験よりもより高度なことが求められてますんで、まあ、そこはあのしっかり やれるるというののの大事ですですすす知識の披露披露するのは不要ですね一次試験は受かってる前提の2次試験なんで別に知識あるよっていうことをアピールする必要は一切ないので逆に分かりやすく知識を専門知識を分かりやすく噛み砕けるんだよっていうところをアピールしてほしいですね。でそうすると「あこの人なんか分かりやすいなと」と「見てて気持ちいいな」っていう「あ腑に落ちる文章を書いてくれる」と「あであればこれ結構 いいこと言ってんなみたいないう感じまあこれもですね結構意外と難しい一番難しいかもしれないですねこの伝わるっていうのは伝わる文章っていうのは結構難しいでここはやっぱ客観的に、まあ、何度も何度もあの評価まあレックの中でも添削しますしでいろんなフィードバックしますんで、まあ、この辺はですねもうとにかくや書いてみてどうなのかなとかっていうのをやってみるしかないですね で,すとで,でさらにあと7番目ですねで実現可能性の検証とかっていうのはあるんですけどまああとはですねあの結構アイディア論を求めるような、まあ、そういうような問題も中にはあるんですよね。でその時に解決策は何ですかとか、まあ、そういう問題に対してで実現不可能なことを書いていくっていうのは当然やっぱり NG なんで,でその会社にとって実現可能なことですねそれを書いていく必要があると。 まあ当然そうですとでその時に、じゃあ、どれくらいができんのと、この会社はどれくらいできんのとで、要は無限に、無限にお金があったら何でもできるわけですね、で何でもやればいいと、でテレビ、CM でも打てばいいとでいうことなんですけど、それができないからどうしようかという話をしてるんで、でなので,です、ね、少ない予算の中で、でその予算感もどれくらいなのかっていうのは、やっぱり会社の規模感ですよね、規模感に合わせてです、ね、やっぱり提案する必要があると。 で基本的には予算をあんまりかけずにで,できる実現できるようなことをやっぱ考えていくっていうのが、まあ、基本セオリーですねになってきますんで大掛かりな投資とか,なんかこう全国的な展開だとかそういうようななんかこの会社にとってこれってありえんのっていうような流れのことはですね基本的にはやっぱり書かない方がいいですねです。まあなので 現実的な提案にしっかりとどめてくださいとであと注意するのは、まあ、事例2とかそうですねマーケティングマーケティング事例は結構アイディア論がやっぱり求められることが多いです何の根拠もないと何の根拠も書かれてないのに突然じゃあではこのプロモーション策は何ですかとかって問われることが多いですね事例に行ってでその時にじゃあ何答えてもいいような状態になってますという時 いうにじゃあ何書けばいいのかっていうのはやっぱり実現可能な範囲内でやっぱり書くしかないですんで、まあ、そこはもう会社の規模感なりその今までやってきたこう歴史的な流れとかもそうですし、まあ、そういうのを踏まえて、ね、コンセプトも踏まえてじゃこ,うこういうのをやった方がいいよっていうことをやっぱり書いてあげるのがありますと。 まあなので、でなんで今までやってきたスウォットとかの,この流れもそうですし会社の希望感なりというところもそうですしその辺を踏まえつつちゃんとしっかり実現可能性です、ね、を検証してまあ書いていくというところですね、まあ、そこがまあ結構重要になってきますよと,という感じです。<laughs> でまあ、基本的にはそんな感じですな二,次二次対策っていったらまあざっくりというとここんなようなスキルを必要としていてでそのスキルを、まあ、総合的に使いながらまあ解決、あのー、回答,回答を組み上げていくんですけど。 でそれをしていくにあたってとっていうことでじゃあ結局合格しやすいタイプっていうのでちょっと書かせていただいたんですけどじゃあど,どんな人が受かりやすいんですかと今までこう見てきてとで私も講師、まあ、8年9年やってきてますという中でですね、まあ、いろんなまあ合格者を見てきましたという中で、まああの一言にまとめると2、まあ、次試験受かりやすい人は、まあ、素直な人。 ですといいう,うにちょっと書かせてもらいましたとで素直な人っていうのはどういう人かっていうとやっぱり今までこう書かせていただいたこういったスキルが必要なんですっていうことに、まあ、そのままやっぱりもう素直に準拠してです、ね、やっぱりその能力を高めようとしてでその通りにやっぱ書いてくれる人の方がやっぱり圧倒的に受かりやすいですね。でいやいやそうじゃないんだという感じで、まあ、頑固な人は正直受かりにくいです。 で結構、ですねやっぱりもう私がもう新人講師だった頃から勉強を、まあ、ずいや始めていまだにずっとなんかこうまだ受験生のままでいるような人も中にはいらっしゃるんですけどそういう人って変わらないんですよね、回答がずっと同じような回答してくるとで全然変化しないんですよで成長してないということだ、ね、で,で要は、そのやり方で受かってないのにそのまま同じことをやっても受かんないんですよ。 ということは素直にやっぱりこう言われた通りにあのこういうのが受かりやすいんだというところをですねちゃんと見直ししてで要はちゃんと成長しないと受かないですよというところですね。なので受かりやすい回答っていうのはやっぱりあるのでどんなに業界でこれが一番だっていう、まあ、なんか解決策みたいなのがあったとしてもそれは通じないと通じないこともありますんで,で診断試験の中で通じる通じやすいあの言葉通じやすい 書き方っていうのをですね素直に実践していただくという方がとにかく試験なんで、まあ、その方が絶対的に受かりやすいですとそれをまあ単純にシンプルにそれをやっていただければというところですねですまあなのであの一番受かりやすいやり方で受かりやすい考え方で考えた回答ですねをしていただくとで結局はやっぱり あの回答が発表さのどういうのがいいのかっていうのはやっぱり最終的には分かんないです分かんないですけど、まあ、レックの場合もいろんなこう合格者の答案とかも再現答案とか集めて、まあ、こういう人が受かってんだとかこういう人は駄目だったんだとかっていうのを長年にわたってやっぱ繰り返してきてるんですよね。でその中で導き出したのがやっぱりこう診断士としてもの求められてるこの2次試験で求められてるものっていうのはやっぱり実務で使える能力を 実践できるのかどうなのか？っていうところをこう評価してんだというところですね。そこに行き着いてますと。なんでかなりやっぱり実務的な能力、コンサル能力を引き上げていくことが、やっぱり受かりやすい人へのまあ近道にもなってくるのかなとで。そういうまあ、このまあ、中小企業診断士としてまあ、プロのコンサルタントとしてですね。中小企業に向けたま、いろんなアドバイスができる存在ですね。になっていくための。 考え方ですねでそこをですね、あのー、きっちりトレーニングしていってでそれをまあ回答で出せるようにしていくというところをまあ目指していくというのが、まあ、レック式って感じですねになりますんで、まあ、それであのやっていただくような形になりますというのがまあレック式のやり方ですねですと,、まあ、というところがまあ本日ですねちょっとお伝えしたかった、まあ、じゃあどうやってこうライバルに 先んじてていくくのかというとうころでですねになってくるんでちょっと一旦ですね、ああ、こういうふうな考え方でやっていくんだなというところですね、ちょっとまあ一つですね、押さえていただいてですね、で、まあ、これから、じゃあどうやって勉強していくかなというところですね、見ていただければと思います。で、まあ、あとはちょっと最後にですね、あの、なんていうんですかね、こう。 まあせっかくなんで、ちょっと宣伝っぽくなっちゃうんですけど、ちょっと宣伝っぽくなっちゃうんですけど、レックの,その直前対策講座ですね、一応ありますんで、パンフレットも、あとでご興味あればですね、お持ちいただいて、で,で、持って帰っていただければと思います。基本的にレック式っていうのは、今言った、結構実務的な能力アップっていうところを、やっぱり一つポイントにしていて、講師も全部実務家ですと。 で通信向けに関してはまあほぼ私が担当しておりますしで通学に関してはもう全員独立した診断士があの担当しますとでかなりもう実践的なもうバリバリのコンサルやってるような人が講師として立つでその中でやっていくという形ですねで通学に関して言えば、まあ、さらにやっぱりレックでやるのはやっぱりディスカッションですねディスカッションを多めに取り入れてやっていくんであんまりこう業界に こだわりたくないですよね業界にこだわった回答をしちゃうとちょっとそれが評価されない可能性もあるんでやっぱ多面的な意見っていうのをこう吸収していただきたいと。なのでもうせっかくこういう場に集まっていただくともうまさにこう異業種の方がです、ね、こう集まっていただくんでそのいろんな方のいろんな意見です、ね、をこうディスカッションでまあ発信してもらうとあこの人はこういうふうに考えてんだとこの人はこういうふうに考えてんだというのをこう。 いろんな意見をです、ね、総合的に取り入れてでなるべく目線をこう多面的にしていくというようなところですねでそれを結構主体的にやっていくって感じですねになりますんでまあ割とですねまあ面白いというかあの結構研修みたいな感じですねなんか座学よりかはどっちかというとまあ,あの実際にこう考えたりとかでしゃべったりしてでまあワークショップみたいな感じで進めていくっていう感じになります。通学は そんな感じですすねというところでで、まあ、なんで、まあ、そんなようなやり方でやっていきますしというところで、まあ、ぜひです、ねあのまあ、レックの二次対策ですねあの、まあ、レックじゃない人はレックじゃない人はぜひレックをご検討いただいて,ってというころですねになりますので、まあ、そういうふうにしてですねぜひちょっと二次試験もです、ね、あのいい結果出せるようにあの、まあ、せっかくまあ一次試験、まあ、皆さんこう,こういうふうにいらしてる方であれば多分一次試験結構いい結果 だったののかなと思いますんで、あのーまあ、せっかくであればこの勢いですねちょっと二次試験もういい結果にいっていただきたいですんでまあ頑張っていただきたいなというふうに思ってます。じゃあ一旦 まあちょっと早いですけど、一旦全体としてのお話としては、以上になりますし、でまあ、この会場にいらっしゃる方であれば、まあ、あのレックで実際どうなんですかみたいな話とか、1次試験、実際どうだったんですかとかっていうところは、まあ、あの私もこの後ちょっと残ってますんで、まあ、直接ご質問していただければと思いますんで、一旦全体としては以上というふうにさせていただきたいと思います。では本日はどううもありがとうございました